2006年式のブガッティベイロン、イメージに反してコストダウンしている様子を、海外 YouTuber の切り抜きとして紹介します。手始めに、400キロとか出す車のくせに、まさかの実用車ドアノブ、いくら通気口の手前とはいえ、空力を意識した、フラットタイプではないんですね。スポイラーを持ち上げた時、その奥側は、何の装飾もなく丸出しになってしまいます。フロントトランクを開けると、いかにもやっつけ仕事な、荷室内部を仕切る謎の板。これはアメリカの法令により、荷室の体積が一定以上だと、閉じ込められて誘拐された時の脱出用に、内部からトランクを開ける用の、非常ラッチを取り付ける必要性が出るため、その対策としての工作だそうです。鉄板切ってボルト止めしただけやんけ。ホームセンターレベルで草。ちなみにどうでもいいんですが、冷却と遮熱の兼ね合いから、このフロンクの中、サウナ並みに熱くなるらしいです。ドライブ帰りにスーパーでガリガリ君を買って帰っても、フロンクに入れたら家までも来ません。ブガッティをなんだと思ってるんだ。見てわかる通り、パワーウィンドウが、完全に下には下がりきらないようです。なおスイッチの手が触れる部分は、アルカンターラで巻かれている。まあたくそどうでもいいことですが、ミラー系のコントロールは、反対側はブランクになっています。軽量化との兼ね合いもあるので、一概にコストダウンとは言えないですが、シートは手動です。シフトノブは、左下に動かすとリバース、右に倒すと D レンジで、トップのボタンを押し込むと P になります。上下方向はシフト操作なんだな。シートヒーターの強さ調整としては、赤いバーの面積が、くるくるすると変わります。すぐ下の LC は、ローンチコントロールだぜ。そして肝心のセンターコンソールには、カップホルダーの一つもありません。あるのは何？スマホも入らない穴。何に使うんだよ。フェラーリみたいにキーでもぶっ刺せばいいのか？スタバによってフラペチーノを頼む、ドライブスルーの望みが絶たれた。さてルームランプの部分ですが、真ん中を下側に倒すと運転席側、上側に倒すと助手席側が光ります。サンバイザーは、下ろしてくるのではなく、奥から手前に持ってくるタイプ。左側がウィンカーで、つまみを回すと、クルーズコントロールがオンオフできます。オンオフだけで、設定速度の変更はできないっぽいな。右側はワイパーですが、先端の数字は何でしょうか？オートワイパーの感度調整？ちょっとよくわかりませんでした。最後に、2億円のクラクションを聞いてみましょう。というわけで、YouTube の規約上、こういうまとめ方なら違反にならないらしい。道具デミョロさんの、きめ細かい車紹介動画の、投稿テストでした。走行インプレッションの次は、規約違反にならないように作られた、コンテンツ輸入か。元動画リンクはわかるところに書いておきます。数千大単位で何でも紹介できますが、視聴者さんの意見が聞きたいです。では、お疲れ様でした。